どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さくて薄いウクレレ使いまして、いろいろな曲に挑戦してみたいと思います。皆さん音楽をね始めましょう。はい、今回のねテーマソングはこちらです。ドーン、 Love Me Tender、 エルビス・プレスリーの曲で、これ有名ですけどもね、世界中のアーティストがカバーしている、もうロックンロールバラードの教科書のど真ん中に載っているような、もうそんな曲でございます。これはウクレレで奏でたいです。でね、今回、いつものように2バージョンやるんですけど、最初にやるシンプル簡単バージョンではですね、なんとガズレレオリジナル入門コード4つでアレンジしました。これはですね、初心者の方、この曲でウクレレデビューとかも本当におすすめです。はい、やっていきましょう。まあ今も言いましたけど、2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でも、なるべく簡単にしている超シンプル簡単バージョン、ガズレレオリジナルバージョンやってみます。後半はコードも変わって、ちょっと弾き方もですね、いろんなアイデアでこうどんどん展開していくようなかっこいいアレンジでやってみようと思います。これで1956年の曲ですからね、このヴィンテージソング、今聴いてもね、ウクレレ1本で奏でても、本当何のこう、なんていうのかな、遜色もないというか、今も輝き続ける名曲、思いっきり歌っていきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽ってね、聴くのもいいけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたけど、もうなんかタイミングは逃してましたとか、楽器チャレンジしたんだけど、ダメでした、挫折した、みたいな、そんな方がですね、あっという間にウクレレを弾きながら歌う、弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムを見て、今も全世界中の方がもう何万人もないウクレレで、もう楽に音楽始めてます。もうね、チャンネル登録者の方も先日15万名突破していただきまして、どうもありがとうございます。すごくご活用されてて、本当に簡単ですからね、始めていきましょう。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼っておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触って練習し始めるだけです。あっという間ですよ。これ YouTube なんで、無料です。ほんとこれいつでもどこでもパッと見れて無料でできる。すぐ始めましょう。はい。そのプログラム、ここにリンクありますよ。いってらっしゃい。ここです。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中のありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレでもうめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画の課題曲、すでに1600曲ぐらいもアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。今日みたいな洋楽曲ももうガズレレではめちゃくちゃ取り上げてます。洋楽興味ある方ぜひここのリンク行ってみてください。それではエルヴィス・プレスリーの Love Me Tender、 ガズレレ流シンプル簡単バージョン、入門コード4つバージョン、やってみます。 1,2,3。Life complete, and I love you.
エルヴィス・プレスリー、ラブ・リ・テンダー、ガズレ・デビュー、かっこいいバージョンやってみた。いや、いいですね。このシンプル簡単バージョン見て、これ。簡単入門コード4つ。C と Am と F と G7。この4つで、ガズレレが簡単にアレンジしました。ちなみに、後半のかっこいいバージョンはちょっとコードが足されますけど、それも入門コードのグループなんで、これ、できた方、即座でかっこいいバージョンの練習に入ってくださいね。まあ、ひとまずでも初心者の方、今のバージョンでまずゆっくり練習してみてください。これ一応ですね、フルコーラスやってるんですよ。3番まで一応全部やってますんで、ゆっくり何回もガズレレ YouTube で今のシンプル簡単バージョン、動画にテロップと、コードとね、歌詞が出てますから、ゆっくりでいいで何回も練習して、まずはガズレレ YouTube シンプル簡単バージョンに合わせられるのを目標にやってみてください。それで合わせられたよという方、おめでとうございます。それだけでもすごいですよ。このちっちゃいウクレレ一本で、あのロマンティックなもう世界中で歌われてる ラブバラードを歌えるなんてね。はい、じゃあでもその次のステップに次は行きましょう。次のステップは何かというと、今度は YouTube 動画とかを見るんじゃなくて、ご自身一人だけで音楽を始めるということでございます。一人で歌ってメロディーを生んで、リズムを生み出して音楽を作る。これがね、本当に気持ちがいいんで、ぜひやってみていただきたいんですけど、やっぱ最初は楽譜が必要だと思います。楽譜がないといきなりやっぱで覚えられないんで、いずれ覚えちゃいたいと思うんですけど、どっちにしてもね、あの楽譜を見て何回も練習してみるのがいいと思うんです。じゃあ楽譜ってどこにあるんでしょうかって話になると思うんですけど、ご安心ください。今ね、今の演奏はガズがですね、これこのノート見てください。はい、可愛いでしょ。ラブミーテンダー。このノートを見ながら、これ見ながら歌ったんですけど、このノート自体を今これからもうちょっとしたらこんな感じで写して、こんな風に書いていくのはどうですかってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のラブミーテンダーを含むガズがいっぱい書いてきて、もう今までもうね、何年も書き溜めてきて、もうノートの楽譜がもうボワーっとめちゃくちゃ山ほどあるんですよ。その中から皆さんがこれ面白いな、この曲やってみたいなってみたいな曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、こうすぐに練習できるという、そういう画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とこう2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックな、ね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんで、ご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。 Love me tender、エルヴィス・プレスリーですね。こうやって字をこうやって可愛く書くとなんか可愛い感じがします。はい。でも、ほんとね、これ名曲。いいですよ。もうずっと頭の中ぐるぐるしちゃう。なんかダンディーで、ちょっと大人で、甘くて、なんかそんな感じです。見てください。こんな感じで。上の段に書いてあるのが今やったシンプル簡単バージョンです。こういう風に下にくるっと囲ってるやつあるんですが、これは後半のやるかっこいいバージョンではこのコードに置き換わりますということなんですけど、ここもちょっと見てもらうと、ここも変わって、ここね、結構いろいろ変わってます、コードはね。はい。なんですけど、これもね、結構簡単コードなんで、ちょっとぜひともね、シンプル簡単バージョンできた方、かっこいいバージョンにもチャレンジしていただきたいと思います。ひとまずこれね、一時停止で止めてメモってください。それか、デモ演奏内のところの動画を止めてもらって、コードと歌詞出てますから、それをメモってもらうのもいいと思うし、先ほど紹介させていただいたガズクラブで、このノート楽譜のデータそのままを、ゲットしてもらうのも、まあ、すごくいいと思います。はい。じゃあ、これ、英語ですからね、ちなみに言っときますけど、はい。この辺がキーポイントになると思いますけど、曲の作りはめちゃくちゃシンプルです。はい。まず1番をやって、ここサビね。はい。
さっきも言ったように、上の段やんは今のシンプル簡単バージョン。下にくるっと囲ってるやつは後半のかっこいいバージョンです。はい、じゃあここ2番。2番、ここね、ここの2行ですね。コード進行は1番と同じで、これ後ね、このサビをこういう、毎回同じサビが繰り返されるんですよ。で、2番やったらサビって書いてあるから、またここをやります。そしてこうやったら今度3番ね。3番やったらまたサビって書いてあるんで、このサビをもう一回やる。こんな感じの構成になっています。3番までやったフルコーラスバージョンでございます。コード進行すごいシンプルですけど、この歌詞がやっぱり英語で、英語っていうのもあるし、まあ、1番、2番、3番の A メロはやっぱ変わってますからね、歌詞がね。この言葉のタイミングとかもちょっとね、かなりこう、アドリブっぽい感じなんですけど、そこがまた渋いところです。やってみてください。じゃあ出てくるコードの解説します。こっち側の、この4つが今やったシンプル簡単バージョンで、こっち側に映ってるのが後半やるかっこいいバージョンでやるコードということになっております。まず見てみましょう。こっちの今やったシンプル簡単バージョン、これは嬉しいやつ。C と A マイナーと F と G7。これウクレレ始めた人がその日に覚える超絶簡単コードですから、これはもうね、ラッキーですよ、皆さん。このコードで弾けるなんて夢のようでございます。はい。これガズレレアレンジとなってます。でですね、今日はね、ちょっとせっかくなんでちょっと紹介したいんですけど、かっこいいバージョンではこのコード追加されるんですけど、この赤く囲ってるやつはちょっと難しいんで、これ後で解説するとして、今映ってる C7、A7、E7 っていうのは、これ入門コード、ガズレレではこれもね、これとほぼ同じような入門コードのグループのメンバーなんですよ。なんでこれも一緒にご紹介します。今映ってるこの7個のコード、これはですね、このコードのグループになります。ドン！ガズレレ必須コード、必須コードって書いてありますけど、これ一体何かというと、うのちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思っている初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループなんです。10個あります。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんでめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うとね、なかなかごちゃごちゃになっちゃう、頭に入らないんで、私がめちゃくちゃわかりやすくスースー頭に覚えられちゃう魔法の動画を撮っております。ここにリンク貼り付けておくんで、これ必見ですよ。ここで10個のコードをまず覚えちゃってください。今日はそのうちの7個出てきますから、もうあと3つ覚えるぐらいですからね。まあこれ遅から早からこの10個のコードは覚えた方がもう本当に、いいことばっかりなんで覚えていきましょう。はい、今日はそのうち今のシンプル簡単バージョンは4つ、この後3つ足されるということでございます。はい、じゃあそうやってさーっと今のね、このタイミングでいつも言ってるんですけど、まあ今のシンプル簡単バージョン4つ弾きでこれ十分です。ラブミーテンダーエルヴィス・プレスリーさんの曲、YouTube とか音源で聞くとこんな感じなんですよ。まあ、ほぼ4つ弾きみたいなのもこれ伴奏になってるんで、今の4つ弾きでセクシーに渋く歌えるっていうのが結構まずね、ファーストポイントかなと思います。この曲ってこうリズム通りにしっかりカッチカチ歌うっていうんじゃなくて、本当にこうアドリブを聞かせたその時の雰囲気で歌の歌い回しが変わるみたいな、そんなこんななんていうのソウルフルに歌うのがかっこいいと思うんですよ。ブルージーにソウルフルにそのアドリブを聞かせてちょっとジャジーにっていうのかな、その感じだから、基本の音、音階とかメロディーはまあ、あるにしても、結構自由に崩せる感じかなというふうに思います。テンポもちょっとストレッチしてコントロールしたり、たまに遅くなったり溜めたりして、そんなのを4つ弾きでまず再現して、まあ、戯れてみるというか遊んでみるのがね、すごく大事だと思います。で、ある程度歌に慣れてから、後編やるかっこいいバージョンをちょっと参考にしてみていただければと思うということを、言いつつ、じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは1個コードが追加。これです。ドン、F マイナー。これよくね、出てくるコードなんですよ。初心者さんが結構つかかっちゃうコード。はい。まず押さえここと、こことここの3箇所なんで、こんな風に押さえるのが教科書通りということになってます。いい響きなんですよ、これがね。ガズさんの場合はこの4弦の1フレット、この一番上の人差し指の部分を上からグッと親指で押さえちゃうという押さえ方してる。これどっちでもいいです。押さえやすい方でいいと思いますよ。人差し指で押さえる方は手首をこう下に回ってくる、前に出す感じで、親指で押さえたいなと思う方は逆に手首を上に持ってきて上からギュッとこうなる。はい、これはね、どっちもそんなに押さえやすいってコードじゃないんで、いろいろ挑戦してみて、それぞれの方が押さえやすいなと思う方でいいと思います。F マイナーチャレンジしてみましょう。はい、それじゃあね、今日弾き方なんですけど、これすごく迷って、ギターの音でね、プレスリーさんの音源を聞くとなってるんですけど、今回ガズレレオリジナルアレンジとしては、ちょっとね、展開させていこうかなというふうに思ってます。リズム練習も兼ねてるっていうのもあるんですけど、だんだん1番、2番、3番で弾き方を変えていくっていうね、ガズレレオリジナルアレンジを取り入れてみようかなと思います。これね、ちょっと参考にしたのは、ノラ・ジョーンズっていう、まあ、アメリカの女性、カントリーシンガーの方もカバーされてるんですよ。そこでね、アルペジオでやってたのがすごくかっこよかったんで、まず、1番はアルペジオ、2番がガズペジオ、3番は8ビート、こんな感じで展開させていこうかなと思います。これはね、なかなかやってみたらね、気持ちが良かったです。だんだんこう盛り上がっていくムードになるかなと。ガズレレオリジナルアレンジですけど、ちょっとこの参考までにやってみてください。ちなみに今この映ってる3つのリズムの弾き方、ここにリンク貼っております。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、それぞれの弾き方、濃厚解説レッスン動画がアップロードされております。ちょっとさっと言いますと、アルペジオっていうのはこういうことです。
ンワンと言われてますけどね、はい、これが結構いいですね。こんな感じでちょっとゆったりとこうつまびくイメージ、はい、それで次の2番はですね、ガズペジオという弾き方をしたいんですけど、これはもうちょっとねボリュームをアップするというか、私のイメージだとピアノのイメージ、タンドンダンドンダンドンダンドン、ちょっとノリが変わりますね、さっきのアルペジオで。こっちの方がちょっとボリュームもあるんですよ、3弦をずっと鳴らしているということでね、はい、これで2番をやります。で3番は8ビート、この8ビート結構難しいと思う、なぜかというとすごくゆっくりで疾走感は必要としない8ビートなんです。そうそう、こんな感じ、ゆっくりですよ、すごい。でチャも入れない、なんかこんな感じでゆっくりやる8ビートって案外難しくてどんどん速くなっちゃうんで、そのリズムキープだけ要注意ということでございます。はい、そんな感じで次々に展開させていくというオリジナルガズレレアレンジ、ぜひ挑戦してみていただければというふうに思います。で先ほどと違って今度ワンブロックにコード2個、出てくるところもあるんで、さっきよりコードの移動が激しくというか忙しくなるような感じですけど、忙しさは出しちゃダメですよ、こういう曲は。もう余裕でもやってますみたいな、そのなとろかしちゃうような、そんなね、感じを出したいもんですから、こうバタバタしないのがキーポイントになるかと思います。そしてやっぱり皆さんもご存知でしょうけど、これ歌英語ですから、なんかやっぱりね、私の感覚としてはもうモノマネ、なんかもうエルビス・プレスリーのもうになっちゃうみたいな、あのモノマネも歌い方もそういうムードってすごくね、やっぱり音楽で結構ね大事だと思います。モノマネの要素、そうやってだんだん自分のものにしていくというのがいいと思うんですけど、ただしやっぱさっきも言ったように、この自由度が高いんで、歌のね R&B とかソウルフルにすごく歌うんで、このカッチリカッチリ決まってないっていうところが面白くもあり、そのムードを出すの難しいかなというふうに思うんで、まあプレスリーさんの演奏聞いてもらってもものすごくこう溜めたりね、早く行ったり、その遊びというかね、そのなんていうのがジャジーな感じがかっこいいところなんで、ニュアンスだけでもね、ちょっとこう真似るようなイメージで、挑戦していただければと思います。あとはまあ曲のやっぱりね、ムードに浸って、まあ、感情表現、もちろんこれ歌詞ね、和訳も読んでください。やっぱりこれね、歌詞読まないとその中身を感じながら音楽って、そういうのもね結構大事だと思いますので、はい、心込めて歌っていきましょう。それでは行ってみましょう。エルヴィス・プレスリーの Love Me Tender、 ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。My darling, I love you.
プレスリーの Love Me Tender ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。すごくいいですね、こういうぴったりセクシーな、なんかダンディーでこのつまびく感じとかもすごいいいですね。ほんとなんか例えば今イメージしてるのはキャンプファイヤーで焚き火しているその火の前でこう Love Me と火を見つめながら好きな人に歌いたい、そんなイメージでございました。はい、皆さん、今からちょっとゆっくり練習して、英語の曲ですからこれ英語の勉強にもなると思いますから、はい、じっくり挑戦してチャレンジしてみてください。そして今使ってたこの薄レレね、これ今事前予約注文、今回新たなラインナップに加わったんですけど、はい、今この今映ってるウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、薄レレ、セミオーダー、これ全て今事前予約注文と、ガズの初めてウクレレだけはもうすぐに販売できる状態になってます。ここにリンクはちょっと貼っときますんで、このリンク先ちょっとご確認ください。リッドミュージック社から、出版してるガズの本なんですけど、累計 3冊で125,000部を突破という、もう、ものすごいことになってるんですけど、はい、大ヒットシリーズの今回、第4弾が出版決定しまして、今予約受付がスタートしてます。これ見て、これ。はい。これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これ、ウクレレリュックなんですよ、ウクレレが入る。ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで。でね、この横にも持てるんですよね。これだから、ビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あと、ちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとかもういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきて暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。